立花ろとは、キャスター、司会者、作詞、役史家、音楽、イベントプロデューサー。東京都出身。早稲田大学法学部卒業。本名は、バンダイ広とで、司会業の際には本名を用いて活動することがある。大学卒業後、2年間のサラリーマン生活を経験した後、フジテレビのリポーター、CNN ヘッドラインキャスターを経て、 1995年より、立花人とのモーニングフリーウェイメインパーソナリティを務める。自らスタジオを飛び出し取材するなど、精力的に活動した。九州、沖縄サミットや香港返還の際には、現地から特別番組を放送した。2004年に、モーニングフリーウェイが終了してからは、インフォシエスタ、ファーストクラスのキャスターを務める。2005年からは、スーパーモーニングの ニュースリポーターとして、久々に現場取材に復帰した。司会者や声優としても活動。ゴールデン・アローショー、神宮外苑花火大会、ブロードウェイミュージカルライブ等の司会を担当したほか、映画、三人のゴーストや、殺人サイボーグリタリエーターでは吹き替えに挑戦している。また、 島根県沖ノ島の観光大使も務めている。英語が堪能で、海外の俳優やミュージシャンへのインタビューも多数経験。2010年7月からは、KDDI テレビ朝日、朝日新聞社が共同運営する AU のニュースサイト、e g ニュース EX において、立花ヒのコリアンエンタメを担当。来日する韓国アーティストに取材、インタビュー。その後は、 ブルーノート、ビルボードライブに来日する欧米のミュージシャンにもインタビューを行っている。沖縄のバンドシャカリに死を提供している。アルバム、歌やビラでは、ありふれた思いの作詞を担当しており、また、あの海へ帰ろうは、沖縄の食品会社沖縄ホーメルの CM ソングに起用されている。他にも2010年には、韓国のアーティストシン・ヘソンのアルバム、ファインド・ボイス・イン・ソングにおいて、 ゴーン n g t 言葉にできないの2曲で作詞を担当。2013年に、韓国のミュージカル俳優のヤンジュンモに、ザギフと他で日本語詞を提供した。2018年には、フランスのミュージカル俳優、ローラン・バンのオリジナル曲、ダークネス・オブ・マイ・ハートの英語詞を担当。2011年3月、スーパーモーニング終了に伴い、2011年4月からは、 サンデースクランブルに移ってニュースリポーターを担当。3月に発生した東日本大震災では発生直後に2週間にわたる取材を被災地で行い、ジャズピアニストのアキコグレースと共に震災復興支援音楽プロジェクトひまわりはアルツプロジェクトを立ち上げ、復興チャリティイベントのナビゲーター等も務めている。 2012年1月には福島県郡山市の小学校での音楽集会に参加した。2011年10月から半年間、FM 世田谷で K-POPK プレイスのナビゲーターを担当。最新の K-POP 情報を伝え、番組と連動した K-POP イベントをプロデュース、MC も担当。2012年からはミュージカル K-POP 関連のイベントプロデュースに力を、 入れている。ライブレストランでトークライブを定期的に開催。2013年8月、ミュージカル10ミリオンマイルズプロデュース翻訳、訳詞。2013年12月、華麗なるミュージカルクリスマスコンサート2013企画、プロデュース、MC。2014年11月には、韓国のミュージカル俳優3人、コヨンビン、ハンチさん、 パクホさんのトークライブのプロデュースと MC を担当。2015年1月にはユン・ヒョン・リョル、2月にはミン・ヨンに2月1日には同窓会トークライブが終了し、スーパー J チャンネルのニュースリポーターとして出演。2017年からはブルームードでのトークライブを FM 世田谷でオンエアする企画がスタートし、原田慎治、中西慶造、小野正都 マスダユカホカが出演した。アベマ TV、ワンミニットニュースでは、エンタメ取材を担当。アイラブミュージカルコンサートのキャスティングと MC を担当。2017年9月には、韓国のンテウルを招いた。2018年8月から、東京スマートキャスト、TS1 で、ラジオの新番組がスタートし、銀座のニューディッシュムースデリアンドカフェでは、 元宝塚スターのライブのキャスティングと MC を担当する。TS1 のラジオ番組は2018年10月から2019年3月まで、東京 FM と JFN 各局で、銀座4スタジオスタースペシャルとしてオンエアされた。2019年10月からは、日韓のミュージカル俳優、アイドルらが出演するコンサート、レジェンドたちのラプソディの構成、演出、MC を務めている。 2020年3月開催の毎日、新聞社主催のチャリティコンサート、忘れない天国の大切な、あの人へではプロデューサーを担当している。2020年、宝塚音楽学校受験生に向けた、ジェンヌ4スクールの校長に就任し、スクールを運営する、一般社団法人日本スポーツエンターテインメント、協会理事就任。コロナ禍でのアーティスト支援を契機に、 グローバルエンターテインメント協会を設立し、会長に就任。著書に分かってもらえる聞き方話し方がある。ありがとうございます。